難敵ベトナムを制し、大陸進出の橋頭保を築いた日本。当面はインドシナ半島制圧を目標とし、進軍は進む。今日派、ハーツ・オブ・アイアン現代編実況の時間です。今回はインドシナ半島中央部、ラオス攻略をやっていくぜ。ゲーム画面が小さく見づらいというご意見を多数いただいていましたので、今回フル HD 環境にて、再収録を行いました。さて、本題のラオス攻略だが、テキスト東部に第1軍を配置、第2軍は国境線に展開、第1軍の突破力で迅速にテキスト制圧、その後に、第1軍を南北に展開、同時に国境守備隊の第2軍による、波状攻撃にてラオスを制圧する。陸軍ドクトリンのルートを間違っていたので修正するよ。機械化歩兵の方に行ってしまっていたな。戦車の突破力と指揮統制率にバフがかかるルートにするよ。だいぶ先の技術だが駆逐艦、ミサイル巡洋艦、空母の、最終型の研究に着手するぜ。主要な研究は終えているから、ペナルティが痛くないしね。現在の資源状況を確認するよ。タングステンは輸入を切っても問題なさそうだな。そうだね、その分を他の輸入に当てるよ。ハノイ近郊の空港に航空隊を配置するよ。制空権確保のためのマルチロール機と、地上部隊支援のための無人攻撃機を飛ばすよ。正直ラオスくらいなら地上部隊のみで制圧できそうだが、攻撃力が高い国と戦う時などは地上要塞築城してたりして、それらの破壊のために戦略爆撃が必要なこともあるから、弱小国相手で航空戦力運用に慣れておきたいよ。なるほどな。今回は戦略爆撃ではないけれどね。海軍はちょっと艦隊の再編成をしたよ。第1艦隊を打撃部隊、第2艦隊を哨戒部隊、第3艦隊を通称破壊部隊として役割を明確にしたよ。最初の収録の時、感染数が増えてくると、運用がよくわからなくなってきてしまったからな。路線変更した陸軍ドクトリン、機構戦法、研究完了。続いて、重心の研究を進めるよ。これは戦車の指揮統制率と回復率にバフがかかるよ。中国が AEDU、アジア経済防衛連合、創設。どこの国が加盟してるんだろ。北朝鮮くらいしかなさそうな気もするが、陣営マップに変えて確認するよ。案の定だな。わら。さて、ラオスへの戦争正当化が完了したので、宣戦布告をするよ。当初の作戦通りまずはピエンチャンを第1軍で落とすよ。ピエンチャン陥落、圧倒的な突破力だね。続いて第1軍を南北に展開させるぞ。了解した。飛行師団と連携して第2軍に国境突破させるよ。相変わらず米軍が義勇軍を送ってくれるな。今回はいらないけど顔を立てて受諾しておくよ。北部の都市、ルアンナムター陥落。了解。あとは南部のパークセを落とせば勝ちだね。飛行師団に師団を南下させ制圧する。ラオス陥落。ラオスは資源的には美味しくないから傀儡でも良いんだけど、西方進出の中継地点として全土を割譲しておくよ。条約締結、我々の勝利だ。今回の動画はここまでになります。冒頭でも話しましたが、今回視認性の改善のため、4K モニタから フル HD モニタに変更して再収録を行いました。視聴者様が少しでも見やすくなっていれば幸いです。次回は立ち技格闘技で有名な亡国を攻略するぜ。タイガーアップ。おい、やめろ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。